コンラート三世は、方園主タウフェン朝の初代ローマ王及び、イタリア王。事実上の皇帝でありながら退官しなかった初めての帝国君主である。先代ローマ王である、ロタール三世の対立ローマ王及び、イタリア王でもあった。ザーリア朝最後の皇帝ハインリヒ五世の老い。シュバーベン大公フリードリヒ一世と皇帝ハインリヒ四世の長女、アグネスの間に次男として生まれた。 シュバーベン大公フリードリヒ2世の弟、オーストリア辺境白犬バイエルン公ハインリヒ2世、レオポルト4世の威府刑に当たる。1125年に、ザクセン公ロタールが、ローマ王ロタール3世に選出されるとこれを認めず、兄と共に反乱を起こし、1127年に、対立王に選出されたが、1135年には僕、王位は放棄した。1三十七年に、 ロタール3世が死去。ロタール3世には、刑事がなかったため、選定公たちは次のローマ王を選出するため、コブレンツにて1138年3月7日に、選挙を行った。ロタール3世は、自分の後継者に、婿で、ベルフ家のバイエルン公検索選考ハインリヒ10世を、望んでいたが、投票では、 公演したウフェン家のコンラート三世が最多票を得て、新たな王として選出された。選定校たちは強力な君主の出現を望んでいなかったため、当時は弱小勢力に過ぎなかった、コンラート三世を選んだのである。即位後は、ハインリヒ十世を捕獲、皇位を没収して、ザクセンをバレンシュテット博、アルブレヒトクマコ バイエルンをイフテイのオーストリア編強迫レオポルト4世に与えた。コンラート3世はローマ教皇から退官を受けられず、ローマ皇帝に即位することなく、生涯を閉じている。1147年、教皇をエウゲニュース3世の呼びかけに応じて第2回十字軍に参加し、ダマスカスを包囲したが、イスラム軍との戦いに敗れて命からがら撤退している。また、 ハインリヒ十世の子、ハインリヒ四皇とも王の地位をめぐって争うなど、その知性は多難を極めた。しかし、コンラート三世は、王権の強化、法援したウフェン家の領土拡大に成功を収め、巧みな外交戦略をもって、諸公と提携を図るなどしている。1152年、病に倒れて、死を悟ったコンラート三世は、おいのフリードリヒ一世を後継者として指名し、 まもなく、世を去った。コンラート三世には、父より先だった長男ハインリヒ五世と、次男フリードリヒ四世がいたが、老いのフリードリヒ一世の能力を高く評価していた、ため、あえて後継者として指名したである。最初の日、ゲルトルート・フォン・コンブルクとの間に女条、設けた。ズルツバッハ・ハクベレンガル二世の娘、ゲルトルートとの間に二男を設けた。ありがとうございます。